Thank you.
はい、今日はですね、6年ね、1月10日水曜日ね、22時0分を回りました。ね、ちょっと待って、遠いわ、梅田。30分かかるな。まあ、難波からでも30分かかる。梅田もうちょっとかかるかもな。今日ね、家ね、4時半ぐらい出たんかな。5時ぐらい出たんかな。もうギリギリまでゴロゴロしてる。やべえなと思って、ちょっとね、梅田まで出てきた。梅田のチンさん3000でレギュラーいたのに、全の間で。その後5000のオペが。その時点で8000負け。大東洋本店、プライムかなんか。5000のオペが。設定6ぐらいの合成のファンキージャグラー、たまたまレーンした後ポコッと座って、5000のオペが。その時点で1万3000マイナスで、今日財布なんか1万5000しかなかったのよ。で、もう下ろすお金もなくて、どうしようかなと思って2000握りしめて、マルハン梅田行ってね、角に、右から角にのマイジャグ。2000円でペカって、1000円ペカらずで、1000円入れた1ゲームぐらいでペカって。そっかビッグレギュラーで。で、ビッグばっかり成功してて、レギュラー確率が400分の1ぐらいの、もうクソだやったけど、その後、ビッグ2連して、で、ビッグ4連して、で、ビッグ単発、うん、ビッグばっかり、レギュラー1回だけ。助かった。ビッグ8、レギュラー1。だから今日1日でビッグ8、レギュラー2、レギュラー2回しか引いてない、今日は。最後ね、300個ハマったんで、もうサクッと流してね、あまりメダルだけ紹介して帰ってきて、323やったかな。総投資がね、1万5000。危ないわ。会社が2万2500円。プラス6500円でございます。ありがとうございます。4勝1敗1分け。4勝1敗1分け。ね。もう勝率は8割あるのよね。なぜか1500円まだ負けてる、ね。いや、まあ、マックスでやめたら3万ぐらいだったけど、そのすぐやめられへんやんか。4連、ビッグ4連した後103ゲームでビッグ引いて、もう一回来るかな思ったら300超えたね。そっから270ぐらい回して、やっとビッグ引いとったわ。あれやっぱ設定悪いな。レギュラーあかんだけあって。まあ、今日はあれのだよ、あとは出えへんで、ね。ちょっとビッグ引きすぎた、俺が。ということでね、まあ、ジャグラだけ打っとけばね、なんとかなるんでね、ジャグラだけ打っとけば。こんだけ遊べて1500円しか使ってへんからな、これ。これね、まあ、ジャグラ簡単やな、ほんまにな。
ということでね、今日で休み終わりなんで、明日からまた夜勤ね、夜勤明日から5連勤もあんの、マジでか。飯食って酒飲んで寝ます。はい、じゃあ、これぐらい簡単だわ。